今回は静電気試験の試験環境と3つの試験ポイントをご説明いたします。まずはじめに IEC61004-2 規格における試験環境について説明いたします。グランドプレーンの上に高さ80センチの木製の机を置き、その上に水平結合板を載せます。 水平結合板は 470kΩ の抵抗2個でグランドプレーンに接続し、水平結合板と製品の間に絶縁シートを敷きます。これで直接放電試験の環境が整いました。直接放電試験では、製品に直接放電をして、製品の影響を見ます。間接放電試験では、 水平結合板および垂直結合板に放電をして製品の影響を見ます。従って間接放電試験の環境では先ほどの状態に加え垂直結合板を使い垂直結合板も 470kΩ の抵抗2個でグランドプレーンに接続します。 静電気試験方法を選ぶときは、気中放電より接触放電を優先します。接触放電は人が直接触れると思われる製品の金属部分に放電します。塗装してある面に印加する場合は、このように塗装を突き破り、金属に接触させて放電します。気中放電は、 接触放電ができない場合に行います。気中放電では、人が直接触れると思われる絶縁部分に放電します。また、接触する前に放電したとしても、因果点まで接触させることが必要です。<music> 放電眼は、両手で握ったり、 クリップ以外の部分を触ったりしてはいけません。なぜなら、波形が変化してしまうからです。グリップは片手で握り、クリップ以外の部分を触らないようにします。また、グランドリターンケーブルにも触らないよう注意しましょう。放電眼は、印加する表面に対し直角に当てます。 製品が電電ししてていいる場合には、は除をしなくてはいけません。例えば、引火する間隔を長くして自然に放電されるのを待つという方法があります。接触放電なら放電抵抗ケーブルを接続して除電をする方法もあります。気中放電ならカーボンブラシで拭い取るなどして除電をします。ただし、 製品内部に電荷が残ってしまう場合もあり注意が必要です。